所なき陣にあるくがにくがに。どうも、くがにファームの道春でございます。今ですね、くがにではクレソンをメインに出荷しているんですけれども、今後力を入れていきたい作物を3つほど紹介していきたいと思います。まず1つ目はですね、こちら、でれーん、去年の秋頃、植えたカレーリーフですね。でかなりですね、これ場所によって育ちが違って、この辺クガニが事業ゴミで回収してきた生ゴミをですね、こう土壌改良で土を混ぜて、生ごみを混ぜて、栄養満点にした土なんですけど、まあ、ちょっと混ざりが甘くてこうムラがあると思うんですよ。おそらくこの辺はうまくこう生ごみが混ざって栄養があると思うんです。実はこんだけ大きくなっていて、でちょっとこっちの方はですね、まあ、今冬場っていうのもあるので、こっちはあんまり元気がない。まあ、冬を越えたらまたちょっと元気が出てきてくれるんじゃないかと思うんですけども、この辺の土もかなり、生ゴミを混ぜ続けたら良くなったりとかしていくと思うので、思いっきり粘土だったんですけど、少しずつ栄養を持ち始めたので、こんぐらいの苗からだいぶ、ここ数ヶ月で大きくなったので、かなり見込みのあるマニアックなですね、スパイスの元になるので、これも結構ですね、香りがすごいので、ね、需要はあるんじゃないですかね、カレー屋さんとかスパイスカレーを作る方とかに。でこれをちょっとカレーリーフっていうところを、まあ、もうちょっとこう範囲を、規模を広げていきたいなと思っております。では次、お次はこちら、食用バナゾーンのバタフライピー。今は冬場ですので、まあ、ちょっと枯れ気味ではあるんですけど、これまた夏になったらよみがえって花がたくさん咲きます。去年もこんな感じだったので、また花が咲きますね。最初はちっちゃい苗から育てたんですけども、こんな太い茎つるになってますね。バタフライピーは特にレストランで、使うところも多いので、料理以外にも使い道があるみたいです。これもバタフライピー、かなり育てるのも簡単で、成長がかなり早いので、すごいこれからちょっとこれも規模を増やしていきたいなと、広げていきたいなと思っております。続いてはこちら、何の種でしょうか。こちら実はパクチーでございます。ちょっと芽が出てきました。2週間ほど前に植えた花ですけど、これ僕の自分の家の窓辺でもですね、種をやってるんですけど、2本ほど芽が出てきましたね。パクチーも結構ですね、植えてほしいっていうお客さんがいるので、パクチーもちょっと増やしていきたいなと思っております。ただこれ一年草なので手間はかかるんですけども、パクチーがあったらいいなって思うので、これもうまく水耕栽培でですね、やっていけたらいいなと思っております。まあ、こんな感じでいろんな野菜を実験しつつ、クレソンの出荷も日々頑張っております。まあ、これからやっぱハーブ系とかが主に増えてくるとは思う、食用花とかなので、ぜひお店とか市場で見かけたら、くがにの野菜たちをよろしくお願いいたします。それでは道春でした。ありがとうございました。クレソン、クレソン食べよう、クレソン、クレソン君とみんなおいでよ、くがに。